こんばんは。今夜は夜遊び。今日も始まります。ちょっとコーヒー飲みながら。というのもですね、昨日か一昨日撮ったこの YouTube の番組、今みたいにちょっと咳が出るんですね。私ちょっと喘息気味なもんですから、毎日っていうね薬を朝晩、飲んでてもやっぱり時々今日ちょっと寒いんで。それでこんな格好もしてるんですけど、本当に暖房もう止めちゃったんで、もったいないんで、そんな時間に撮ってるもんですから、ちょっとたまに咳出ますけども、決してコロナのせいではございません。熱もないしということで、ただ病院いや先日はね、僕いろんなところやっぱり痛かったりいろいろするんで、病院行って先生そろそろ寒くなってきたんで、まあ、これ、まあ、1ヶ月以上前の話なんですけども、寒くなってなんか例年のように咳が、止まらなくなると嫌なんで、そのヒューという吸入の薬と咳止めともらえますかっていう話を看護師さんにしたんですね。とりあえず受付で、薬だけもらえますか、なんだったらっていう話をしたんですよ。そしたらですね、途端にちょっと先生に聞いてみますって言って、ちょっとしばらくいなかったんですよ。で帰ってきたと思ったら別室に案内されて、個室対応ですよ。もうそこから個室に案内されて、しばらくここでお待ちくださいと。一応咳とかですね、そういう症状のある方は、一般のお客様と別に、一般の患者さんと別に、こちらで待っていただくんです。先生がこちらに来ますんで、マスクをしたまんまお待ちくださいと。そこからやっぱり30分ぐらいかかっちゃいましたね。余計なこと言ったなと。ただ診察受けて先生に、薬もらった方が早かったのかなと、反省しました。あの時は今日はですね、これ IKEA のカップでコーヒーいただいてます。ということでね、コロナの話すると、まあ、ついねつまんない話も暗い話になっちゃうんで、あんまりしないように。ただ時々ポコポコっとこう入ってくるかもしれないですけども、ポコポコっとね、それはまた対応していきたいなと思ってます。なんか咳の話したらなんか喉が ね変な感じなんですけども、ちょっと我慢して聞いてください。先日の、YouTube の中に、そのカタカナ書けない問題、25になってもまだカタカナがちゃんと書けない大人がいましたっていうお話をね、皆さんにちょっとチラッとしたんですけども、その話をね、ちょっとしたいなと思います。私この前のね表計算の話の時にも、そのテニスクラブみたいなところでね、それもリゾートのねいうところで働いたんで、そこに夏とかね、まあ、シーズン、連休のシーズンとか、まあ、3月からね、大きな合宿とかあったんで、3月、5月、まあ、夏のシーズン、秋までお客様がね、たくさんいらしてくれてたんで、忙しい時には、東京から、ここは栃木なんで、那須ですよね。簡単に言うと、那須高原の裾野なんですけども、もう高原じゃないですよ。海抜大体300から400ぐらいしかないですから。まあ、そういうところで働いてて、大学生のね、アルバイトが、優秀な大学生のアルバイトが、毎年、こう、先輩から後輩みたいなね、テニスの部活のね、先輩から後輩、延々と受け継がれてきたんですけども、ある年、有明さんの字、どうしても読めない字がいっぱいあるんですけどって、いっぱいかよ、みたいなね、いっぱいあるんですけどって言われたんですよ。でこれは簡単、これカタカナとかひらがなだから、なるべく漢字だと本当に俺も分かんないの分かるからね、漢字ちゃんと書けないし間違ってるし、まあ、書き順違うのはまあ当たり前なんだけど、まあそういうのがあるんで、なるべくだから簡単な字でシャシャッと書いて渡してるだろうね、仕組みと順番とか今日のね入れ込みこんなでみたいな渡してるだろうって言ったら、いやどうしてもね多分間違ってると思うんですよって言われて、多分ですよ、間違ってますとは言わないですよ、アルバイトだから。で、って言って、私ちょっと、じゃあどれ読めないんだって言ったら、これ僕はちゃんと読めるんですよ、間違ってんだけど、まず
ハレルさん聞いてくださいと言われて、カタカナのスとシって違うのは分かりますよねって言われて、分かってるそんなこと、スはこうでシはこうだろう、違いますって言われた。違うのかみたいな。25時して初めてカタカナが違うって言われて、スは上からですよ、シは横からですよって言われて、ああそうだったのか、知らなかったって俺つい言っちゃいましたよ。本当にその時までスとシの区別もつかずに延々と書いたんですよ。ちょっと 今となるとどうやって書いてたかはよく分かんないんですけども、あと有明さんのあという字とね、まという字は違うんですよって言われて、あはちょっとね下長め、こっちの棒がね、でまはピッとこう短いんですよって言われて、まあ、確かに違うなと、あそうだったのかと、これもまたね感心しちゃいまして、あと何かあったな、ゆだったかな、あと何か一個あった、あそとりね、似てるでしょ、そっくりで分かんないじゃん普通ね、そとりなんて本当そっくりですよ、りそうですもん、ちょっと角度間違ったらもう同じだもん、それも指摘されまして、りはこうですよと、そはこうですよと書いてもらって覚えました。すごいね、学習能力あるんですよ。だからそういうところはね、言われれば素直に聞くんですよ。いやそんな違うだろうとは言わないですよ。言わない言わない、ね、ちゃんと素直に聞きました。なんで今はちゃんと書けるんですよ。つとあつとしの違いね、まとあの違い、そとりは違うんですよってことを僕はね今人に教えられますよ。すごい進歩ですよね、うん、そういうもんなんですよ、ね、だからまあいつになっても学ぶのに遅いということはないということはね、これでちょっと証明されたかなと思ってます。で私本当に前回も言いましたけど、小学校のね時から本当に学校といってもね、大曲小学校、秋田県の大曲市にあった大曲小学校って秋田県の中でもなんか1番か2番に大きい学校なんです。中学校はね2番だったね、確かね、山王中学校、秋田市にあるやつね、で大曲中学校、これ2番目だったんです、でかさで言うとね、まあでかいから偉いちょうどじゃないんですけども、多分小学校も相当でかかった、多分ね松竹梅桜桃桐、うん、1学年で桃桐藤まであったのかな、6か7かあったのクラスが、で6学年ですからね、大変な数ですよ人数からすると ね、まあそんなんで、大きい学校だったんですけどまあ何喋るか忘れちゃった、まあ、そうその字の話しててね、まあだからその時の小学校の先生が今でも覚えてる、コン先生って言うんですよ、コン英子先生、多分ね間違ってなければコン英子先生って言うんです、まだ多分ご存命だと思います。だからこの前数年前になんか同級会に来るとか来ないとかいうなんかハガキをもらったけど、僕ほとんど家帰ったことないんでよくわかんないんですけども、はい、その先生に僕は本当に助けられて、いや先生は多分何もわかんないと思うんですけど、僕ね本当に字が下手な、まあ字下手だと国語だろうが社会だろうが理科だろうが関係ないじゃないですか、読めない字書いたら罰じゃないですか。でも漢字の試験ですよ、漢字何年生か分かんないですけども、芽、あの植物の、ね、芽が出る、草の芽が、花の芽が出るとかあるじゃないですか、草冠の芽ね、この芽っていう問題が出たんですよ、今でもだから覚えてるんですよそれで、まあ、当然答え書くわけですよ、僕も分かってるからちゃんと、芽という字は草冠にこんな字だよっていうのはちゃんと分かってるからね、分かってるから書くわけですよ。でも先生がそれを解読できないわけですよ。これ問題ですよね。どっちが悪いんですかね。
それはあんただって、ね、汚い字書くやつが悪いんだよ、ちゃんとね。各国共通字は読めるように書きましょうっていうね、これ規則なんで一つのね。それを守れないあなた、僕がやっぱり悪いんだよっていうことなんですね。そう、ただそのコン先生はね、多分コン先生だと思うんだ俺。目って何年生になろうか知らないけど、3、4、5年生くらいだと思うんですよね。その目という字をね、テストが終わった後に俺に聞きに来たんですよ。こんがられる？数学の問題じゃないよ、漢字の問題ですよ。違ってたら罰じゃないですか。ところが先生は、まあ何て呼ばれたかわからないけど、まあ有明くんにしようか。有明くん、この字なんて書いたのって聞かれた。目だから俺書けるよ、ちゃんと草冠にこういう字なんですよって答えちゃんと書いてあるんじゃないですか。確かにちょっと違うなと。いや、その時あれでも違うって分かんないわけよ。分かればちゃんと書くわけ。でもその書いた字が違ってる、俺がその正解と違ってるじゃないですか。俺が思ってるその正しい字と違うってことなんですよ。怖いね。そしたら先生は、あ、なんだ分かってるんだって言って丸くれるんですよ。すごいでしょ。そうじゃなければ俺完全にただの落ちこぼれ、どんどん下行く、何回テストを受けてもどんどん、まあ本当は50点60点のね、才能っていうか、まあ成績だったのが、たった字が汚いだけで30点になっちゃうわけですよ。これは大変な問題ですよね。僕の人権の問題ですよ。人権は関係ないかもしれないけど、いや本当にそれをね、助けてくれたんですよ。だから今の僕があるんですよ。まあいい悪いは別ですよね。本当にだってカタカナ知らない、カタカナちゃんと書けないまんま、ね、大学出て社会人だって、ね、アルバイトに言えばってんですか、何やってんだ早く起きろバーンみたいなね、何時まで寝てんだみたいな、さっさと来て仕事しろとか威張ってんのに、ね、カタカナ書けないで笑っちゃうよね。ね、そんなだから人生何やるか分かんないってね。だから全国の皆さんね、別に字書けないくらいはね、大したことない。だけどそれを分かってくれる人が周りにいなかったら、これ大変な問題なんですよ。誰も助けてくれない、教えてくれないね、そんな環境で、ね、皆さんが育っちゃったら大変なことなんですよ、ね、だから僕はね、本当にそういう意味でね、まあ父母もそうだし兄弟もそうだし、ね、僕みたいなわけのわかんない人と一緒に、ね、家庭の中で生活したわけですよ。多分相当わけわかんないと思ったよ、母親とか父親とか。もう時間なんで思わなきゃいけないんですけども、父親に言われたお前は人より3年遅れてるって話はまた後日詳しくお話しします。今日はカタカナを書けなかったという話を皆さんにお伝えしました。何が夜遊びなのかよくわかんないですけども、こんな話で終わらせてもらいます。じゃあどうもありがとうございました。じゃあね。